皆さんどうも、橋本でございます。前回から少し間が空きましたが、ショスタコーヴィチ交響曲第10番、今日から第3楽章の解説に入ります。第3楽章はアレグレットで、第2楽章と比べるとテンポは若干ゆっくりになるんですけれども、中盤にかけてはテンポの上下動が非常に大きく、一部は第2楽章以上に速い部分も出てきます。その部分はベースが非常に速いパッセージを要求されますので、ポジションをたっぷりと解説していきますし、ボーイングに関しては複数のパターンを織り交ぜながら解説していきたいと思います。1回目の今日は冒頭から142小節目までを解説していきます。冒頭は4分の3拍子、アレグレットで四分音符イコール138のテンポ設定になっています。まずボーイングですが、冒頭の杖は当然ダウンで、3小節目なんですけれども、ここもダウンからの弓順で弾くようにしてください。6小節目から平均的なテンポで通して演奏します。これぐらいのテンポというふうに考えていただきたいと思います。で、ここまでのポジションですが、ハーフポジションで先ほどまとめて取ったんですけれども、アース弦1本で取るという方法もあります。セを1で、デーと S を第2第3の中間ポジションで2、4と取れば、アース弦1本で取ることもできます。その場合で通していきますと、このように取っていただいても構いません。12小節目から先のボーイングですが、最初のデーはダウンで、13小節目は3拍目なんですけれども、ここのツェもダウンで弾いていただきたいと思います。で、ここから弓順となりまして、ツェをダウンで、デーをアップで、あとは弓順で、最後16小節目のツェはダウンで弾いていただきたいと思います。19小節目1拍前で、21小節目はいつでも、ここも同じようにダウンアップダウンと弓順で弾くようにしてください。続いて22小節目から、まずボーイングなんですけれども、最初ダウンで入るかアップで入るか非常に迷いますが、その先を見ますと27小節目からクレッシェンドで、30小節目のクレッシェンドの頂点がメゾフォルテとなっていますので、この2拍目の入りをダウンで弾きたいために、そこから逆算して最初はダウンから入っての弓順で弾いていただきたいと思います。最初から通していきますと、ボーイングとなります。で、ポジションなんですけれども、25小節目と26小節目でアス・ベイのスラーが出てきますが、ここは異弦して取っていただいて構いません。下手に第2第3の中間ポジションで A 線1本で取ろうとすると、その前後が無駄なポジション移動が発生してしまいますので、ここは全体のポジション移動を少なくするためにアス・ベイのスラーは異弦して取っていただいて構いません。32小節目から先のボーイングですが、最初の2分音符のツェはディミネントが書いてありますので、当然ダウン。で、33小節目のデーはダウン、アップどちらで弾いていただいても構いません。で、35小節目から2小節間もダウン、アップ、もしくは両方ともダウン、ダウンと弾いていただいても構いません。両方のパターンで弾きますと、もしくは、このどちらかを選択していただきたいと。で、ポジションは先ほどアーセン1本で取ったんですけれども、異弦して取っていただいても構いません。その場合、第1ポジションでハード、チスを1、4と取って、で、では開放で取ります。で、次もチス、ディス、A になりますので、チスをアーセンで4で取った後、ディスからデーセンに移って1、2と取っていただいても構いません。このように取っていただいても構いません。37小節目から先のボーイングも、最初の A をダウンを起点に7小節間全てストレートに弓順で弾くと、最後の43小節目の杖がアップではありますので、このように弾いていただいても構いませんし、あるいは最初4小節間を、この3拍間の4小節間の S まで全てダウンで弾いて、そこから弓順で弾いていただいても構いません。その場合、最後の杖はダウンで終わる形となります。このようなボーイングを取っていただいても構いません。続いて72小節目から3小節間のボーイング、ここは3回のフレーズはいつでもダウンからの弓順で弾くようにしてください。で、75小節目からのボーイングは2つのパターンを説明します。まず1つはダウンから入ってストレートに弓順で弾く方法。あるいは一拍前がダウンで終わっていますので、逆にアップから入っての指順で弾いていただき、
アップアップとも聞いていただいても構いません。83小節目から2小節間のポジションですが、ハーフポジションでゲス F を21で、フェスは実質 A と同じになりますので開放で、下の S は J チューニーの場合は第1ポジションで2で、ハーチューニーの場合は4で取っていただきたいと思います。ここまでよろしいでしょうか。そして4弦の方は S のみオクターブ上げて弾くようにしてください。4弦の場合でもう一度弾きますと、4弦の場合はこのようなポジションとなります。87小節目1拍前のボーイングはダウンアップダウン。で次3拍目なんですけれども、8分音符その都度ダウンで弾き直しを行って、ダウンアップダウンダウンアップダウンを繰り返して弾いていただいても構いませんし、あるいはダウンで入ってストレートに指順で弾いていただいても構いません。その場合88小節目2拍目はアップダウンアップと逆指になります。同様に90小節目もどちらかのボーイングを選択していただきたいと思います。しばらく休みがありまして、ベースは111小節目1拍前から入ります。でここも同様にボーイングはダウンアップダウン、113小節目から先もダウンアップダウンを繰り返して弾いていただきたいと思います。113小節目から122小節目まで通して演奏します。次の手はダウン、次の手もダウンで入って指順で弾いて、最後のペイはダウンで終わる形となります。123小節目から141小節目までは全てピッチカートになります。でここのポジションはもうお好みで取っていただいて構いませんが、123小節目と126小節目がアスベイになっていますので、移転して取っていただいても構いませんし、ここはポジション移動に余裕がありますので、第2第3の中間ポジションであえてアスとベイを14とまとめて取っていただいても構いません。129小節目からも通して演奏します。ここも小節ごとに入るタイミングが違いますので、飛び込むことはないように注意してください。最後のみメゾフォルテにメントピアノで終わる形になりますので、音量の落差をはっきりとつけていただきたいと思います。はい、今日はここまでとさせていただきます。第3楽章最初のテンポ設定は四分音符イコール138と比較的速いんですけれども、第2楽章と比べるとテンポは遅いため、その余韻が残っているとどうしても気が流行って拍の頭をどうしても取り込みがちになりますので、慌てないということを重点に置きながら練習していただきたいと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。